あんたさ、夜勤でも働いてるんでしょ？月々いくら稼いでんの？月10万ぐらいです。私がこう言うと技師は声を上げて笑った。夜勤手取り10万って恥ずかしくない？小銭じゃん。そして夫までも、マジで恥ずかしいわ。この低学歴の貧乏人が俺の価値を下げんじゃねえよと言ってきた。私の名前は舞。私には父親がいない。私がまだ3歳の頃、父は姿を消した。後になって母から聞いたことだが、父は別の女と不倫し、その女のところへ行ってしまったようだ。母は父のことをとても愛していた。一目惚れだったそうだ。だから付き合えた時も結婚が決まった時もとても嬉しくて、結婚生活もとても幸せだったそうだ。そのため父が不倫をして自分の前から消えたことはとてもショックだったようだ。私の前では決して悲しんでいる姿は見せないが、私の見えないところでとても悲しんでいた。私が小さい頃に夜中にトイレに起きた時、母は父の写真を抱きながら泣いていたのを見たことがある。子供ながらに母が父のことをとても愛していたというのがその時わかった。母は父のことは抜きにして、私のことをとても大事に育ててくれた。愛情もたっぷり感じている。だが母子家庭での生活はやはり苦しかった。母は昼も夜も掛け持ちして働き、私を養ってくれた。母はそこまで体が強い人間ではない。だからいつも体調が悪そうだった。私がそんなに無理しなくていいよと言っても、せめてあなたを高校までは出させてあげたいのよと言って聞かなかった。そんな母がとても心配だったので、私は高校入学と同時にすぐに家の近くのコンビニで働き始めた。少しでも家計を支えたい。そんな一心だった。母は、そんな気を使わないで友達と遊んだりやりたいことに時間を割きなさいと言ってきたが、私が、私だってもう働けるんだから協力させて、と言うと、ありがとう、と泣きながら感謝してくれた。それから3年間、私は週5のペースでコンビニでの仕事をした。そのためかなり接客スキルや仕事時のマナーというか、社会人としての常識というものを学ぶことができた。店長からは高校卒業したら正社員にならないかと誘われたが、私は丁重にお断りした。というのも、私にはもっとお金が必要だったからだ。私が高校3年生の時、母が過労で倒れてしまった。診断によると他にも病にかかっており、通院しながらの治療が必要とのこと。やっぱり体が弱いのに無理をしたのがたたったようだ。私は高校を辞めてフルタイムで働くよと母に言ったのだが、母は、それだけはやめて。せめて卒業だけはしてちょうだい、と強く拒否した。そのため私は母の言う通り高校を辞めずに卒業することに。もちろんその間の生活はかなりきつかった。コンビニの店長が事情を知って、廃棄用のお弁当を多めにくれたのは本当にありがたかった。恩返しとして正社員になりたい気持ちもあったが、でも私はお金のために卒業と同時に水商売へ行くことに決めていた。そしていざ夜の街へ。18歳で水商売を目指すのは、お酒が飲めないという点を考えると不利かもしれないと思ったが、それは他の点でカバーすることができた。私は自分で言うのもなんだが、かなり器量がいい方だった。まあ、父が女を作って消えるくらいなので、一般的にモテる方の部類の顔だったのだ。そして3年間のコンビニバイトで培った接客スキルも存分に生かすことができた。コンビニはいろんなタイプのお客様が来るし、常連さんとはちょこちょこお話もさせていただいていた。だからその延長線上と思えば、トークに関しては何ら問題はなかったのだ。この2つの武器のおかげで、私はすぐに指名をもらえるようになっていった。気づけば3ヶ月ほどで、
店の外に顔写真が並ぶ中に入ることができ、収入もあっという間にコンビニ時代を超えた。そして1年後にはトップ3に入ることができ、収入は倍以上に。母の治療費を支払いながら生活費を賄うことは余裕でできた。その後20歳になり、お酒が飲めるようになると売り上げもどんどん伸びていき、ついに私はお店のナンバーワンに。今まで何かで一番になったことはなかったので、とても嬉しかった。お金を抜きにしてこの仕事に対してやりがいを感じていた。母には仕事を辞めてもらった。せめて昼だけでもと言っていたが、とにかく体を大事にしてほしかったのだ。母は申し訳なさそうにしながらも、本当にありがとうと感謝をしてくれた。私はその言葉が嬉しくて、もっと仕事を頑張ろうと思った。母に楽をさせてあげたい。そう思いながら毎日頑張った。そのおかげで私はナンバーワンになってから1年間ほど同じ店でずっとナンバーワンの座を守ることができた。そしてその後は銀座の高級クラブからうちの店に来ないかと誘われた。給料はさらに上がるし、自分の腕を磨くのにも適しているお店だ。私は移籍し、そのお店で働き始めた。そこでは学ぶことがかなり多かった。一流店における礼儀作法や立ち居振る舞い、お客様への気遣い、上品でありながらお客様を心地よく良い気分にさせる接客。このお店で働く子は、皆どれも完璧でレベルが高かった。私は必死で食らいつき、努力に努力を重ねた。そして2年後にこのお店でもナンバーワンになることができた。そんな中、出会ったのがマサトだ。マサトは超大手企業に働く会社員で、英語も堪能なため海外出張などもこなすエリートだった。当時25歳だった彼は、接待でこの店を訪れた時に私と出会った。彼は接待の後、個人的に私に会いに来てくれた。私に一目惚れをしたそうだ。彼はとてもイケメンであり、高収入で将来も期待されている。そしてとても紳士的だった。そんな彼に少しずつ私は心を開いていき、ついに恋に落ちてしまった。それからは順調に交際を重ねていき、そして1年後に結婚。私が24歳で彼が26歳の時だった。夫は私に家庭に入ってほしいと言ったので、私は結婚を機に長らく携わった水商売から引退した。引退をする日はたくさんの常連さんが会いに来てくれて、ボーナスのような感じでかなりの売り上げを上げることができた。結婚生活は最初は幸せだった。だが夫は仕事がとても忙しい身だ。帰ってくるのは毎日ほとんど夜遅くだ。そして接待も多い仕事のため、キャバクラにもよく出入りしているそうだ。思うところがなかったわけではないが、仕事なのだから仕方ないし、それに私自身が夜の仕事上がりだから文句も言えない。だがモヤモヤしているのも事実だった。夫の帰りが遅いと特にやることもない。そのため私は昼間に働くことにした。選んだ仕事は介護職だ。母は相変わらず体調が良くならず、通院の回数は結構増えていた。だから母を今後サポートしていくためにも、介護の仕方を学ぼうと思ったのだ。病院代も私の稼ぎで賄えるし、一石二鳥だ。そう思い介護について働きながら勉強をした。そのおかげで母の介護をしながら一緒に日中を過ごす時間が増えた。今思うと、私は夜の仕事のために昼間は寝ていることが多かった。通院の時だけは車で母を送っていたけど、家で親子としての時間をちゃんと作れたことはほとんどなかった。子供の頃だって、母は掛け持ちバイトで一日中忙しかったし、私も高校生からはバイトをしていたし。だからこんなにもゆったりとした時間を二人で過ごすのは初めてだったかもしれない。そこで私たちはいろんなことを話した。母の過去のこととか、
父とのこととかも。父は養育費も支払わずに連絡先も住んでいる場所も不明で、私にとっては最低な男だった。だが母にとっては最愛の人で、それは今でも変わらないとのこと。母をそこまで惚れさせるとは、夜の仕事だったらかなり優秀だなぁと不意に思った。父のことを話す母はなんだか嬉しそうだ。母のいろんな面が見れてとても楽しかった。私は母の体調が許す範囲で旅行に行ったり、おいしいものを食べに行ったりした。今まで親子でしたくてもできなかったことをできる限りやりたかったのだ。そんな風にして、それからの約4年間ほど、母とたくさんの思い出を作ることができた。だが母は若い頃の無理がたたったのか、私が28歳、母が59歳の時に病で亡くなった。還暦のお祝いをしたかったのに、私は母の死をとても悲しんだ。でもこの4年間、母との時間を大事にしてよかったとも思った。一方で夫との関係はあまり改善されていなかった。というより年月を経ていくごとに、年々すれ違いが多くなってきた気がする。夫婦としての会話は減ってきたし、帰りが遅い日も明らかに増えていっている。それなら私が夜に家にいなくてもいいだろうと思い、私は夜勤もするようになった。夫はそれについて文句を言うどころか、より自由に行動するようになっていた。だが別に離婚をするほどではない。私は最低限の家事はしながら、仕事にどんどん時間を割くようになった。このように夫婦としての関係は冷め切っていたのだが、そこにさらに亀裂を生むようなことをし始めた人物がいた。それは義士だ。義士は中小企業で働く会社員。学歴も普通で給料も一般的だ。私はそんなこと何にも気にならないのだが、義士からしたら相当コンプレックスだったらしい。そのため結婚当初から会うたびに私に対して嫌味な態度をとってきていた。あんた、水商売の時はそこそこ稼いでいたようだけど、今は無職の主婦なんだからね。それに私はあんたと違って体を売ってお金を稼ぐようなはしたないことはしないでちゃんと給料をもらってるんだから。そんなようなことを言われていたので、私は義士が苦手だった。義士は最近やたらと家にやってくるようになった。もしかしたら母が亡くなるまで、私はよく母の家に行って留守にしていたから、前から訪ねてきてたのかもしれない。義士は私がアラサーになってちやほやされるような年齢じゃなくなり、さらに仕事も介護職ということでここぞとばかりにマウントを取ってきた。マジでナンバーワンキャバ嬢が介護って本当にウケるよね。なんつうか都落ち的な。ああ、でもジジイを相手にしている点は同じか。介護でも体を売ってチップでももらってるの。なんて下品な女なんだ。あんたみたいなのは絶対に水商売には向いてないだろうな。義士は弟である私の夫と仲が良く、夫が家にいる時はよく二人で酒を飲みながらテレビを見たり談笑したりしている。超エリートの夫が平凡な義士と仲がいいのは意外だったが、どうやら義士は口がうまいようで、昔から弟が自分を気に入るように手玉に取っていたそうだ。そのため義士が私に悪口を言ってくると、夫もそれに同調してくる。ある日、酔っ払った義士は私に面倒くさい絡み方をしてきた。あんたさ、夜勤でも働いてるんでしょ？月々いくら稼いでんの？はぐらかしても面倒くさくなるだけだ。月10万ぐらいです。私がこう言うと義士は声を上げて笑った。夜勤手取り10万って恥ずかしくない？小銭じゃん。そして夫までも、マジで恥ずかしいわ。この低学歴の貧乏人が、俺の価値を下げんじゃねえよ。と言ってきた。いくら夫婦仲が冷めてきているとはいえ、そこまで言うなんて。マジでダサいよね。結婚したの失敗だったわ。年取っていくと顔も若い子には負けていくし、
騙されたわ。あはは、詐欺に遭っちゃったわね。あんたさ、介護でそんなに稼げないんだからさ、夜の仕事戻れば。おいおい、こんなやつ戻ってどうするんだよ。まあ、体を売るだけの仕事の方に専念すれば10万以上は稼げるかもな。あはは、私はそんなことする必要ないけど、絶対したくないわ。二人で私を罵倒する。私はもう我慢の限界となり、こう言ってやった。それじゃあ私、仕事辞めますね。そう言ってやった。介護の仕事をバカにしているみたいなので、仕事も介護も全部辞めさせてもらいます。なんなら家事も辞めましょうか。あなたには必要ないみたいだし。私がそう言うと、夫と義士はしらけた顔になった。仕事なんてもともと別にしなくていいだろ。何辞めるのに宣言してんだよ。そうよ、あんたは暇だから介護の仕事してジジイに腰振ってただけでしょ。だが家事はちゃんとやれよ。そこまでサボるんならお前とは離婚だ。ああ、言われちゃったね。どうすんの、貧乏人生活に逆戻りだよ。謝った方がいいんじゃない。誰が謝るものか。私は義士を無視して自室に入った。何やら叫び声が聞こえてきたが、無視して鍵も閉めてやった。本当に全部やめてやる。義実家に今までしていたことも。私は義両親に仕送りをしていた。実は義父は働いていた会社の経営がうまくいかなくなり、リストラに遭っていたのだ。そのため少しばかり支援してほしいと言われていたのだ。義実家はどこにでもある一般家庭だった。夫だけが特別勉強ができたそうで、夫の教育に熱を上げたところ、超エリートが誕生したということだ。だが、心の面を育てることに失敗したと義両親は嘆いていた。私が夫はリストラのことを知っているのかと聞くと、義両親は言えないと言っていた。義父曰く、あいつはプライドもかなり高くなってしまった。だから自分の父親がリストラにあったなんて知ったら、私はどれだけ責められることか、とのこと。ただでさえ落ち込んでいる義両親が、その上で夫から理詰めで責められるのはかわいそうだと思った。そのため私は夫に黙って毎月12万ほど義実家に入れていた。だから家に入るお金は残った10万で、それを義士に言ったのだ。本当は22万ほど稼いでいるのだ。だがもうそんなことはどうでもいい。義両親には申し訳ないが、私はもうすべてやめさせてもらう。私は翌日、離婚届を夫に突きつけた。夫は驚いた顔を見せたが、こっちもその方がありがたいよ、と言ってすぐにサインをした。そして離婚届を提出し、私はすぐに単身用のマンションを借りて住み始めた。それから少し経ってから義士から連絡が来た。ちょっとあんた、今までお父さんたちに仕送りをしていたって本当？ああ、お父さんついに話したんですね。そうですよ。それじゃあ、お父さんがリストラに会ったことも知ってたの？はい、知ってましたよ。そんな。ねえ、今までは悪かったわ。だから離婚なんてやめてまた戻ってきてくれない？お父さんたちに今度は私が家にお金を入れてくれってしつこく懇願されてるのよ。しかもお母さんも足腰が悪いみたいで介護も頼まれてるし。ああ、私が今までしてましたからね。え？お父さんが無職でヘルパーを雇う金もなかったですからね。そんな、どうしたらいいの？マサトさんに頼れば良いじゃないですか。金回りだけは良いんですから。無理よ。マサトはお父さんがリストラされたって聞いた途端に全く関わろうとしなくなったんだから。ああ、そういう人ですもんね。それじゃあ諦めてお姉さんが自分のご両親を助けてあげてください。そう言って私は電話を切り着信拒否にした。
義士が焦りながら何か言っていたがどうでもいい。そして元夫についてだが、思いもよらない形でどんどんと失墜していったようだ。私は介護の仕事を辞めた後、銀座のスナックで働き始めた。そこには昔のクラブ時代の私のことを知っている人もいて、噂が噂を呼んで当時のお客様がどんどん流れてくるように。そのおかげでいろんな人とつながり情報を得ることができた。その中の客に元夫の同僚がおり、私が元夫の元妻だということを知って驚いていた。私が元夫と別れた理由を話すとその人は呆れていた。そしてそれから少し経って元夫の状況を教えてくれた。その人が元夫が私にしてきた仕打ちを職場の人に話したことであっという間に噂が広まり、元夫は人として最低というレッテルを貼られたそうだ。そのせいで上の人たちからあいつを上の立場に置くのは良くないという結論に至り、出世の道が断たれたそうだ。そして元夫は若いキャバ嬢と結婚したばかりだったらしく、そのキャバ嬢がとんでもない浪費家で、どんどん金がなくなっていっているらしい。このままだと借金をしないといけないレベルなんだとか。本当にいい気味だ。私はもともと貧乏の辛さを知っているから、元夫と結婚していた時も節制していたし、結婚する前からも水商売の収入をかなり貯金に充てていた。そのためここだけの話だが、5000万ほど独身時代に貯めた貯金があるのだ。そしてこれからも水商売を続けていくので、貯金はどんどん貯まっていくだろう。だから老後の分を避けておいて、ある程度貯まったら自分のクラブを持とうと考えている。これからまだまだ人生は長いので、私は今度は自分の夢のために働いていこうと思う。もちろん恋愛もどんどんしていくつもりだ。